オル使ったら10万円よいしょありえないくらいに好きだよお前が一番お前が一番圧倒的満点上昇逆にメンヘラル優勝です君だけしか勝たないそれなそれな敵に刺さる楽勝です俺の通り越だら無敵シュプレヒコアルすいませんちょっと見ての通りですね、はい、リモートでの参加となっておりますあの現場に行けないじゃないですか、はい、バラシという選択肢はなかったんですよ今現場もあの俺と南川さんの絵だけで激弱す激弱すガリガリっす非常に不安僕もねあのまさか家でこのジャケットを着ると思わなかったですよあの自宅でねネクタイ緩めすぎじゃない緩めすぎないこの感じ今日4本って考えたらゾッとしますねいや本当に1ヶ月、はい、この状態ってことですよ、はい、めっちゃええところやってるでしょそれそうよ今日すごいんですよこれでも僕ら2人で大丈夫なんすかこれ強力な助っ人をご用意しておりますおおどうぞどうもよろしくお願いしますお願いしますですお願いしますどういうチョイスで山添になったんですか僕が一緒にモルックやってる芸人の中で一番ルールを知ってる男ですルールブクロさん、本当に急に決まったんですよ見てください青 T も用意する時間なかったんですよこの T シャツよりも、はい、革靴の方が気になるわいつもあのモルックさせてもらってる時の靴の方がええと思って確かに、はい、お前砂のグラウンドでも余裕で革靴で来るもんはい山添、今日はよろしくお願いしますお願いしますこの番組はキングオブモルックに我こそはというチームが挑戦勝てば10万円もらえるというなんとも分かりやすい番組今回はどんなチームが挑戦するのかよろしくお願いしますよろしくお願いします乃木坂464期生ですよろしくお願いしますいや番組やったんですよね一度モルクをやってるとそうなんです、そこで一応優勝したメンバーとスケジュールが空いてたってことですね違います、ね、いやでも4期生の中で一番運動神経がいいのでこのメンバーで固めてそうねなるほど、はい、あん時の収録では世界大会行くぐらいの感じでおったけどね今日はこの番組を乗っ取るぐらいの勢いで頑張りたいと思いますでも電源消すだけで乗っ取れるからなそして今回も江夏のたたりが挑戦者チームの応援を行いますせーのバディさらにモルック実力者の山さんに投げてもらう助っ人チャンスある前回僕らやっぱ負けてるんで、うんね、そうだ2連敗はもうしないようにあまりワンサイドゲームになると、うんはい、すぐ泣いたりするんでええあのもう泣いたらもうあの炎上するしかないのでちょっとなんか様子見ながらその空気をまたかってこといややめてくださいあの手加減しないでください、はい、私たちは本気ですあのおじさんたち手加減せんでもそんなうまないんよごめんな、まあ、ちょっと乃木坂は思いっきりあの楽しんで頑張ってくださいはい老若男女誰でも楽しめるモルックの基本ルールをおさらいスキットルと呼ばれるピンを1本倒すと書かれている数字が得点に複数倒すと倒れた本数が得点となる先に50点ぴったりとなったチームの勝利しかし50点を超えてしまうと25点まで戻ってしまうというルールも MC 不在ですが手加減なしの真剣勝負スキットルの状況を手元カメラで撮影し森田選手はブレーンとして試合にリモート参加します VS 乃木坂464期生チームスタートです先行は乃木坂46チーム投げるのは神奈川沙耶選手ですがそういうフォーメーションで怖い世界大会だよ世界大会だよ世界大会だよ世界大会ではないですからねいきなり独特なチームプレーを発揮果たしておおおまずはゆっくり3点をゲット続いて高校キングオブモルックは南川選手が1投目ということですが俺に相談なしに勝手に決めたんですかあれ作戦あります逆になんかいや大丈夫です南川さん行きましょうあれ怒ってます森田さんすねちゃっそうですね事後報告やったことには怒ってます妹の弊害が起きつつもまずは1投目
行きます。フィニッシュだ。落ち着いて9点をゲットです。続いて乃木坂清宮玲選手、やっぱちょっと5を狙うのはリスクが高いかなと思うので。すごいですよね。序盤は確実にガシャを狙います。でもいけるかな。すごい、いけるいける。世界大会だよ、世界大会だよ。違いますよ。もううるさいです。温度上げて、ツッコミの温度。世界大会さながらに集中します。あ、ファイル？これはどうですか？編集で何とかします。俺たちモルカー日本だって突っ込むだけで炎上すんの？本来ならファウルですが、初心者ということで特別にセーフ。7点ゲットです。まだガシャいけそうかなって感じなんですよ。ちょっとリモートやからちょっと見づらいけど、はい、10人いける？どう見えてます？まあゆるガシャかな。ゆるガシャ。相手に点を取らせないように慎重に進めます。あっと、これは4点。本来はもうちょっと倒してポイントを稼ぎたいところでしたね。なるべく多くを倒して点数を稼ぎたい乃木坂チーム、早川セイラ選手ですが、ここでどう狙ったらいいですか、ガシャやな。ガシャ、うん、ガシャ、ガシャ狙います。じゃあ森田さん、乃木坂チームのアドバイスしてます、ね、最悪あのモルッカーリ踏み越えてもいいから。いや、当たるよ。もうジャッジが厳しくいくから。いけるいけるいける。これで16対13。ここでピンチヒッター山添選手、その実力やいかに。6でいきますね。乃木坂さんが取りにくくするために飛ばします。6を。素晴らしい、力強い宣言。これは期待できそうです。あっと、有言実行ならず、大きく外れました。森田さん、森田さん、芝がありました。関係なさそうやったけど。続いて乃木坂、大きく差を離すチャンスです。残された6を狙いたいですね。6狙う？結構よく、意外と遠いよ。いけるやったら6行った方がいいんじゃない？ですよね。ですよね。6行きます。じゃあ世界大会だよ、世界大会だよ、世界大会だよ。いける、決めました。マジか、やばいやばいやばい。縦になってしまいましたが、しっかり中心を仕留めました。やばいよ、普通にやばい、普通にやばい、普通にやばい、やべえな。これで22対13。離されたくないキングオブモルクですが、手堅くゆるがしゃ狙い。うん、おめでとう。いいいいいい、ゆるがしゃ。さあ、どんどん引き離したい乃木坂チームですが、7 11、外しても7当たりそうな。どうですか、森田さんに聞くようになってるわ。いけるなら7いった方がいいけど、2からのガシャでもいいかもしれんけどね。そうね、意外と遠いんだよね、こうやって見ると。うーん、投げるとこから見ないっすね、その。すごい立体的に見るよね。そんな見方はないっすよ。え、なんすか、投げるとこからが一番。7ガシャ、頑張ってみます。7頑張ってみよう。すげえ、これは結構難しいですよ。成功なるか。世界大会だよ、世界大会だよ、世界大会だよ。うわぁ、うまっ、やばっ、これはうまい、すごいわ。これは素晴らしい命中率ですね、山さん。まっすぐ水平に飛んでますね。これで10点差となりました。キングオブモルクはこれ以上は離されたくありません。あんまり外に出ていないので、高得点も非常に狙いにくい局面ですね。正直今の段階で狙いたいところは11なんやけど、うん、ちょっとリスキーではある。じゃあガシャ、ゆるガシャ。いや、もうそろそろ行かなきゃっす、ね。うん、差をちょっと縮めんと、縮めないとやばいっすよね、うん。どこで生まれたんや、この差は。お前や。リスキーですが11を狙います。金井選手、いけるのか。OK！
ああ後ろに当たってしまった。森田選手不在のキングオブモルク大ピンチです。これは悔しい。ちょっと6とか7が遠くなっちゃったので、はい、いっぱいあるのを狙っていきたいな。今後のために。森田さんどう思いますか。あ、うまいこといけば6本ぐらい倒せそうやな。じゃあそれでいきたいと思います。さあ森田選手が相談役になることへの違和感もなくなってまいりました。狙いはガシャ、勝利に近づけるか乃木坂チーム。ここまでは順調な乃木坂チーム、このまま勝利を手にするのか。本数は少ないですが外にも出ず結果オーライ。次も狙いづらい局面です。続いてキングオブモルックですが、山さん、ガシャで高得点の10や12を出したいところですが、相手が9、10で上がりなのでチャンスを与えてしまうことにもなりますね。刻むっていう意味じゃ5でもいいかもね。一気に7、11で差縮めなくて大丈夫ですか。黙れ。世界大会だよ。あ、ちょっと間違えた。関係ないよ。関係ない。さあ乃木坂チーム、相手にプレッシャーをかけます。5絶対いきます。ちょっと離れさせた方がいいですよね。世界大会だよ。ちょっと何でそんなこと言うんですか。余計なこと言うから。これは森田選手完全に妨害ですね。本来ならマナー違反ですよ。芸人としての血が騒いでしまったんですかね。森田さんマジで負けますよ。やばい。ごめんごめん、ボケようかボケまいか迷ってて。さあ続いて乃木坂チームですが、19上がりなので6、6、7で刻むのがいいんじゃないでしょうか。僕だと、でもこっちから見てみ、結構遠いよ。その距離はおよそ5メートル。1、2、3、3.5 歩ですね。森さん、なんか独特のルーティーンがあるんですけど。6行こう、6行きます。いける、いける、はい、投げるのは神奈川選手。さあキングオブモルック11いけんの。いや11無理やな。結構距離ありますよ、11は。ここで6ぐらいでも結構詰めれるっちゃ詰めれるんで。ああそうね。狙いは6に決まったようですが。いいんですか本当にそれで。いいんですか。11狙わなくていいんですか。11狙わなくていいんですか。11狙ったら逆転できますよ私たちに。落ち着いてください。そうなん、11がいいかな。はい、そそのかされてます。一瞬惑わされてしまいましたが、11はあまりにもリスキー。6を狙います。あった、後ろの11まで倒してしまった。ホテルの絨毯の上に芝が引いてあるんですが結構弾むんですよね。続いてワンミスの乃木坂、狙いを変えて挑みます。ガシャ、はい、一つ一つのが結構遠くにいるので、あれでも6本倒せるんですよ。オーケー、大丈夫、はい、あ、ちょっと横から。そうね。この方は何なの。2.1本。あ、意外と近い。2本めっちゃ大股やから。よし、いける。2本お願いします。世界大会だよ、世界大会だよ、世界大会だよ。ガシャ成功なるか。なんとここに来て2ミス。次失敗したら失格です。2ミス2ミスです。キングオブモルックは最大のチャンス、攻め時です。ガシャで散らしたら相手を3ミスで失格させることもできますね。ガシャやな、ガシャ。ここで散らしたら炎上しません？散らす中で炎上するの。森田さんどうすか、大丈夫ですか。俺のとこは多分編集で切ってもらうから大丈夫やねん。ミス時に11狙うか。11いっといた方がいい。ここでじゃあ11。じゃあ11いきます。11いったらでかいですね。金井選手は長距離が得意ですからね。やったー、これはやばい、申し訳ないです。目が離せなくなってきました。2ミスの乃木坂、ここでどう出る。ちょっと流れが悪くなってきてるので助っ人の山さんに投げてもらおうと思います。山さん。
じゃあお願いします。ヤマさん、お願いします。これでミスったら大炎上っすね。世界大会だよ、世界大会だよ、世界大会だよ、世界大会だよ。さあ大事ですよ。マジでちょっとミスってほしい気もするな。ヤマさんきっちりやることやりましたね。いいタイミングで呼んでもらいました。モルックやってて本当良かったです。次こそいいところを見せたい山添選手。この9いってもいいですよね、森内さん。頼むわ。はい、これはもう必ずいきます。作られる。いやいや、だから、うん、森内さん 9.5 です。いや、ないね、そういうの。結構遠そうです。むちゃくちゃ方合わせうまかったから。綺麗に決まりました。これで34。やっと読んだ意味があった。ありがとうございます、森さん。さあ残り15の乃木坂チーム、9と6で上がりが見えています。本来なら数の少ない6から狙うところですが、若干遠く11とも近いので難しいところです。確実に9から行った方がいいんじゃない。はい、距離感わかる。あ、3歩。いや、さじ加減なのよ、すんごい。じゃあ9狙います。大きいな。ごめん。大丈夫大丈夫大丈夫。一方残り16、9と7でこちらも上がりが見えています。7から行った方がいいかな。セオリーで言うとそうですね。7を取れば勝利目前。果たしてどちらも二手で上がれる状況。7が取れればキングオブモルクが勝利目前。果たして決めました。危ねえ。序盤はリードしていた乃木坂ですが、ここで逆転されてしまいました。残り15で上がりは見えていますが、キングオブモルックは9上がり。攻め切るのか守りに入るのか、どういう作戦に出るんでしょうか。9を邪魔するために10を狙って、あわよくば9の近くに持っていきたい。いい作戦です。上がりの計算もできていてセンスがあります。9をもう当てといて飛ばす、飛ばして向こうに取らさないっていうやり方もあるよね。9行きたいです。 9で相手の9を防ぎながら自分たちも点を取りに行きます。後ろに当たってしまった。惜しい。崩れ落ちて。コントロールはすごくいいんですが、この芝が弾むんですよね。これ9取ったら上がりでしょ。うん、そうですそうです。これ9取ったら、ただ確実に炎上はします。そう関係ない。だって勝ちに来てますから。当たり前よ。取り行きますよ、森さん。もうじゃあ任せます。投げた。どんな仕事やお前。先生やお前。いやいや、これはもう先生堂々と勝負ですから狙ってください。消えた。退出した。許せない。相手に悪いじゃん。もちろんですよ。相手に申し訳ない。だってこれ本気でいかんとダメですもんね。でも10万円かかってるから。そうね、そうだ、そうや、そうね。よく言ってくれた。おもりだなんてもう無視しよう。はい、急狙いに固まったようです。急には当たったんですが、またしても芝に嫌われました。乃木坂チーム残り13。このチャンス外せません。とりあえず3を今狙おうかなって。10のケツの3か前の3本かやな。あ、めっちゃいいアドバイスするやん、マジで。でも10を次狙いやすくするために3を、まあ3か、ね、いける。うん、世界大会だよ、世界大会だよ、世界大会だよ。3を倒せば勝ち目が見えます。いけるのか。外してしまった。しかしこれで11上がり。11は単独で狙いやすい場所にあります。キングオブモルックが7で上がらなければ乃木坂にもチャンスが回ってくるわけですね。この戦いもいよいよクライマックス。覚悟を決めた顔つきです。なんだね、7でウィニングショット。邪魔するところもない。俺もせっかく呼んでもらったんで絶対に勝ちに行きますからね。7を倒せば勝利。
外せば乃木坂にチャンス。どうなる？あー外したー。山添選手痛恨のミスだ。いやちょっと待って、これはほんまにすいません。山添に多少の小銭を渡して帰ってもらってください。11上がりの乃木坂チーム、ここで決めたい。世界大会だよ、世界大会だよ。いける、いくよ、当てるよ。手前の2本を倒してしまった。乃木坂バンジーキュースか。さあ、もう僕ら7上がりです。もうマジで言うと、これ外したら負けると思うから。確かに、はい、マジでこれは決めた方がいい。さあ南川選手、ウイニングショットなるか。決めたー、勝者キングオブモルック。優勝です、君だけしか勝たん。森田選手不在の中、その看板を守りました。ということでキングオブモルックチームの勝利。モルックと同じ白樺でできた特注のトロフィー、白樺の樹液にこだわったスキンケアブランド陽性堂さんより贈られます。まあ乃木坂チーム残念でしたけども、今日は森田さんと東袋さんがお休みだったので、ね、ちょっと元気がなくて。いやいや、めちゃめちゃ動き回ってたよお前。いつも通りでした、うん、結構やれた方じゃないですか。日本代表相手にここまで追い詰められたの、うん、最初負けるかと思いました。ほんまに負けると思ったの、うん、負けたから逆にまたリベンジができるという。彼女たちをブッキングするのなかなかむずいんで、多分無理やと思います。本当に復活したらまた3人で絶対勝ちに来たいです。またじゃ あの来てください、はい、やりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい、素晴らしい、強かった、強かった。次回はモルック発祥の地フィンランドから参戦。本場の一味違ったバトルをお見逃しなく。楽勝です、俺の虜なら無敵シュプレヒコール。